こんにちは、ディースケです。ということで始まりましたレゴのニュースをチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴの2022年の初売りや福袋のニュースをチェックしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはアマゾン初売りセールになります。セール期間は2022年の1月3日朝9時から1月6日23時59分までとなっています。毎年多くのレゴがだいたい 20% オフぐらいですかね、特価になるので2022年も大いに期待してしまうところなんですが、現時点ではこちらのフラワーブーケのセットが予告ページに掲載されています。もちろんその他のセットも多数セール特価になると思いますし、さらに同時にアマゾンのポイントアップキャンペーンも開催ということで、初売り特設ページのこちらのボタンを押すだけなので、忘れずにエントリーするようにしてください。欲しかったセットが初売りセールの対象になるのか、とっても楽しみですよね。続いてはベネリックレゴストア楽天市場店でのレゴの福袋の情報になります。1万5000円のセット A と9999円のセット B の2つの福袋が発売予定になっています。実は2021年の12月27日深夜0時からすでにもう発売されていまして、まずはセット A の福袋に含まれているものはと言いますとこちらになります。1100にレゴクラシック基本のブロックセット、60290レゴシティスケートパーク、71368レゴマリオキノピオと宝探し、71383同じくレゴマリオから花ちゃんとフリフリアクションチャレンジ、71730レゴ忍者号世紀のバトルセット怪 VS 骨骨族、75549レゴミニオンズミニオンのバイクチェイス、こちらの6つのセットが含まれています。実際にこのセットを買ったらいくらになるのか調べてみたので紹介します。レゴ公式オンラインショップだとこのようになりました。はい、約2万6000円前後なので、なんと1万1000円ぐらいお得にセットを手に入れることができますね。念のためアマゾンでも調べてみました。このようになります。はい、アマゾンでも約1万円ですね。いやー、めちゃくちゃ安いですよね。続いてはセット B の福袋を見ていきましょう。こちらになります。75546レゴミニオンズグルーのラボで働くミニオン、75547レゴミニオンズ研修中のミニオンパイロット、75550レゴミニオンズミニオンのカンフーバトル、こちらの3つのセットに加えて、内容は明かされてないんですが、あともう一つセットが含まれるそうです。レゴミニオンズの福袋っていう感じになっていますが、レゴ公式オンラインショップで買うとなるとこのようになっています。1万2000円前後なので、だいたい3000円ぐらい安い感じですね。しかも Amazon だとこのようになっていまして、3つのセットだけだと Amazon の方が500円ぐらい安いんですよね。ただもう1セットついてくるということなので、どのようなセットが含まれるのかは気になるとこではあるんですが、間違いなく福袋の方がお得にはなりますし、ミニオンズが好きな方であればすごく良い福袋だと思います。さらに数量限定ですが、ベネリックのこのレゴストア楽天市場店で1会計9900円以上購入すると、こちらのレゴのトラドシミニセットが先着でプレゼントされるので、これも一緒に手に入れば本当にお得なレゴのセットになると思います。福袋自体も数に限りもあり、早い者勝ちになると思うので、欲しいセットがこの福袋にも含まれているとか、あとは普通にレゴのパーツを増やすためっていう目的でも、ぜひ購入を検討してみてはどうかと思います。続いてはトイザラスになります。こちらも毎年恒例のハッピーバッグが2022年も発売が予告されています。2つの福袋が用意されていて、ハッピーバッグ A が9999円、ハッピーバッグ B が5999円、どちらも数量限定ということになっています。さらにトイザラスでも1会計9900円以上の購入で虎年ミニセットが先着でもらえるキャンペーンも実施されます。1月1日に発売開始ということなんですが、店舗によっては日付が違うところも確認できているので、ここはご注意ください。続いてはレゴストアとレゴクリックブリックになりますが、こちらも毎年恒例のレゴ福袋ハッピーバッグが2022年も発売されることが予告されています。ただ店舗によっては予約制だったり整理券が配られたり、発売開始する日時が異なっていることもあるので、これはお近くの店舗に事前に確認してみてください。ちなみにちょうど26日の日曜日にレゴストアに立ち寄る機会があったんで行ってみたんですが、まだね、情報は解禁されていませんでした。こちらの福袋も毎年ね、争奪戦になるケースもあるので、ぜひ皆さんアンテナ張ってもらって購入を検討してみてはと思います。続いてはレゴランドジャパンリゾートになります。こちらも大人気ですよね。毎年完売していますオリジナル福袋の発売が予告されています。1万円の大きい福袋が1種類、
そして5000円の小さい福袋が2種類、合計3種類の福袋が用意されています。1万円の福袋は1月1日のレゴランド開園時、そして5000円の福袋は1月8日のレゴランド開園時より販売開始になっています。最後になりますが、レゴ公式オンラインストアではどうかというところなんですが、今現在だと初売り、福袋の情報は確認できない状態でして、個人的にはぜひ実施してほしいなという期待はしています。ただ、レゴ公式オンラインストアが日本に展開されて初めての年越し、年始めになるので、実施されるかされないかは本当にわからないんですが、ここは期待して待ちたいと思います。その他にも年始めにレゴのお得なセールはあると思います。皆さんが知っているセール情報などあれば、ぜひぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。